よし。おはようございます。どこですか？越後湯沢です。はい、イージさんです。イージさんってね、イヤッパラスキー場って言ったらね、知ってるかなと思いますけども、山頂ね、直下は結構ね、険しくて、半分ちょっとこのゲレンデを登ってきますが、行ってみたいと思います。お天気もいいしね、行きましょうか。はい、ここから登ってきます。越後の名峰、越後三山に隣接して目立たず、山と高原地図にも未掲載の飯治山。登山としてこの地域でスルーされるこの山は、整備状態も良くアクセスも最高ながら、登山者はかなり少ない。それも岩原スキー場の山といえば、思い浮かぶ方も多いはずです。スキー場側のなだらかな山容から続く独特の山頂形状は、目を引くとともに異彩を放ち、1111メーターの山頂からのパノラマは秀逸。遠くアルプスや越後の山々を眺められる隠れた名峰です。今回はデンジャラスな裏側からのルートではなく、岩原スキー場から登る一般的な周回ルートを紹介。突き抜ける青空の下、思いがけず素敵な参考になるのではないでしょうか。とってもおすすめの山です。ゲレンデのね、ゴンドラの下を登ってますよ。後ろは素晴らしい景色が広がっておりますが、山頂からも非常に素晴らしいので、楽しみにしていただきたいと思います。冬とはまたね、違う趣があるのでね、はい、しかし夏のスキー場っていうのはこの寂しい感じだね、うん、左のリフトの下の方の方へだんだん方向を向けまして、正面に薄く見えるちょっと S 字になった白い爪痕、あそこを登っていきます。レッドオリバー、ここまで来ました。正面にね、伊豆山の登り口の看板があります。で、あそこもツツジ咲いてるね、すごいね、うん、30分スキー場を登りました。南コースにこれで行きます。赤ヤシオ、うん、ちゃんと木で直してあるんじゃね。登山口入ってですね、ツツジがいい感じで生えてます。この辺はね、雪解けとともにね、すべて芽吹くんで、まあ、ツツジも桜も梅もね、シャクナゲもクマも芽吹きますんで、クマよく出ますよ。駅前に出ますからね、この辺気をつけてください。そこから石になりますね、少しね。いい天気ですね。地元ではね、結構有名なハイキングコース、まあネットで調べて最近タフケの人も来てるみたいですけど、山と高原地図ではね、ギリギリ端っこまでで乗ってないんですよ。まあスキー場の山登らないと思ってるんじゃないのかな、編纂してる人たちにしてみれば。考えように言うと、山があるからスキー場を築くわけですよ。そうそう、だから昔スキー場の前はこれ下、まあ、スキー場登りましたけどね、これ多分つづらで切ってあって、それなりにいい山だったと思いますね。今でも十分、もう尾根もちょっと痩せ尾根しくなってきたよね。うわ、うわ、素晴らしいな。雪が降ってるからこの時期ね、六日町の方まで行くと、金城さんの時に紹介してね、坂戸山ってのは肩栗がいっぱい咲くんで、これもまたクラブツーリズムとかはね、組んで一定時期だけザーッと行きますね。まあ、ここよりも全然低い山なんで、
掛け石っていう負けるかける石っていう大きいスラブの岩があって、今日はそのね裏側から登ろうと思ったんですが、ちょっと前日前々日のちょっと雨が強かったんでやめて安全牌の方を取りました。こちらのルートだったらね、皆さんに来ていただいても、危険なところは山頂直下ちょっと一箇所鎖場ありますけど、それ以外は問題ないんで、景色を抜群でそこまで行けないよって方も一度来てみたらどうですか。スキーだけじゃないですよ。じゃあ鎖が出てきましたね。意外と早く、まああるだけという感じでしょうか。ロープですか、鎖じゃなくてロープ。もう確実にね、路面は岩になってきてるんで、トラ、この貝は南魚沼大好きなお金のかからないトラロープ、八海山にいっぱいつけちゃったからね、お金出ない出ない。コメディとか言って、すみませんロープありったけくださいみたいな。ああ100万の方ね、いつも毎度ありがとうございます。どこの山地県ですか。いや今回はねそういう話なんですよね多分ね。でもまあね全然なくてもいける感じです。いけます、いけなきゃ困りますこれ。これね新緑のいい季節気持ちいいです。もうじきね桜にも咲くような感じ。筋行きですね。お、またロープが出てきました。勾配としては20度から25度ぐらいの幅でずっと続いてますね。つづらにはなってない感じですね。土を削って階段状にしているような感じで、の混じりの直途径ですね。なんで結構登りごたえがある感じがします。春が一気に来るんでお花も楽しめます。はい、シャクナゲ咲いてますね。行きましょう。シャクナゲね咲いてますね、すごい。あ、咲いてますね、咲いてます咲いてます。まだもうちょっと上の方がいいのかな。この背中に灼熱を浴びて登っていくローガン。あーもうすばらしい、すばらしい。最大ですね今日は。そしてここにロープが出てきまして、やはりトラでございます。いやほんと綺麗、新緑がすごい、一番勢いのある時期だねこれ。青葉がすごい、なんでこの色を日本人青と表現するのかわからないけど、緑で、ね、どう見ても緑なんだけど、新緑っていうのに青葉っていうんだよね、不思議だよね。筋でございます。脇に筋を控えですね、割と急になってきました。この斜面を登っておりますが、一応またトラはついておりますが、かかりは石はあるし、土も湿ってますけど、ずるっていくほど湿っていないので、重々気をつけていただければいいんじゃないかと思います。奥も綺麗だね、もうだんだんね厳しくなってますよ。ちょっと侮ってると、分岐を右に行って山頂行くので、あそこは山頂じゃないと思いますが、分岐ではなかろうかと。結構登らせますこれ。さあどうでしょう、
お、急にシャドウが良くなりまして、奥になんか白い土俵が見えますね。あ、山頂という土俵が出てきましたね。急に樹林がなくなって、少し、そうですね、6畳ぐらいの開けたところでございます。まさき県、はい、行ってる人いるけどね、まあ、あーでもここ素晴らしい景色。あー、これちょっと楽しみですね、山頂ね。行きましょう、山頂。急に樹林が切れてね、あそこに見えてるような左の上が山頂ですね。まだスラブの鎖場が出てないんで、あれ正面出てきました。はい、伊豆さんね、はい、あ、ここからちょっとビヨーンと降りて登って感じになりますね。今コルまでね、ちょっと降りてますけど、木蓮っぽいですね、白い、一番いい感じですね、日当たりがいいのかな。で、このままずっと登る道が見えてですね、あの山頂の下のちょっと白くなってるところ、多分あそこ鎖場、スラブの鎖場だと思います。木蓮ですね、自生っていうの、下には岩かがりね、咲いてます。あ、でも見事に咲いてるね。いやいやいや、私木蓮の林の中に行くの初めて。うん、これでピンクの木蓮があったらすごいね、百花繚乱っていうの。あ、でもやっぱどうしようか。まあピンクはちょっとツツジもありますんで、そこもね、ほら右ツツジ、左木蓮、尺長が薄いピンクだし、頭上抜けましてで、また虎が出ましたですね。その先空見えてるんで、その辺あたりからちょっと斜面が変わってくるのかな。危険といえば危険な箇所もありますが、まあ、一般的なハイキング登山レベルでは危険とまで言える斜面ではないですね。これ山頂岩原東コース、仮にこの東コースで下ります。こう左ですね、よいしょ。お、ここでまた出ましたね。いやー、鎖場急登危険注意という看板出てまいりました。山頂直下ということですね。ああ、こういう感じですか。こういう感じですか。ああ、細い鎖と足かけついてます。踏み外さないようにという感じでしょうか。この鎖ちょっとやめてくださいって言ってた。これあの茨城の奥久慈南大山の時にかかってた鎖と同じぐらいの細さですね。でも斜面はずれてるので、鎖をつかむか足掛けに足をかけていただいて登る感じです。無理しないでよ。振り返ってみましょう。おー、素晴らしい。この鎖はちょっとこう逆にちょっとブンといったり切れそうな感じですね。足掛けの方がまだいいね。
落石気をつけてくださいね。ザルバズルっていくのだけ怖いね。下りの方が気をつけないと危ないかもな。高級にザレなくなりました。斜度が上がって気持ちいいね、風がね。なかなかいい暑さですよ、これ。真夏とまでは言わないですが、これ以上上がると相当暑いね。今日はね、この辺のね、南魚沼地域でですね、一番天候が安定してる時期じゃないかな。夏意外とね、ゴーンと雲が上がってきて、にわか雨結構あるんで、この時期はね、ちょうどみんな農家の人田植えをやるんですよね、ゴールデンウィークの頃。山頂見えてきましたね。本当だ。よし、どこですか看板は。イージーさん。はい、イージーさん、パチンコファンの方は必見、1111でございます。ゾロ目です。はい、こっちの方にね、もうちょっと霞を取ればね、佐渡島見えるんですけど、見えませんね。今日は久々になってるのは八海山、手前の真ん中出っ張ってるのは金城山、牧畑山ですね、牧畑山ずっと行って奥に助手穂高、その右が谷川岳。はい、ずっとこっち来て、おお、素晴らしいね。素晴らしい。タラプはもうあそこですね。あそこ。はいはい、そこです。千の倉岳苗場、奥に妙高、妙高ですね、妙高見えてます。いやー、素晴らしいね。なかなか登りがいのある山でした。お昼じゃないです、高等食です。食べてすぐ降ります、ね。はい、じゃあ下ります。はい、行きましょう。下りね、気をつけて。まずはね、眼下に越後湯沢の駅がもろ見えます。こんな距離なのに、うん、正面にね、湯沢高原スキー場あります。湯沢のマンション街、関越自動車道見えます。もうあそこ登ってきたとこがもろ見えるんだね。うん、さあ下りです。重々気をつけて。やっぱ下りのとこ辺からいい場所もあるかな。動きはするけど、まあまあ、かなり痛い動きの方がこれだ。そんなに気持ちで行くと思う。親送りが手じゃないよって言われたら、そうなのかなって気もしますけど。これから、じゃあ先ほど分岐をですね、今度左へ曲がってですね、違う道へ行きましょう。こっちも柵内されてますね。ここに来てね、どこ、まあちょっと下まで行く、ほんの5メーターぐらいなんですが、今までのロープの付き方に比べると、だいぶ厳重なロープな掛け方になってますね。念のために持ってます。
深谷市ですね。確か木の間を縫うってあんまりなかったよね。こっちは先ほどほど真南のルートじゃないので、少し東寄りの向きのルートなので、これを越えて裏を巻いていくみたいな。ストーリバーをねずっと越して、ここからね、なんかこれすごいよ、ピクニックみたいな。これはこれ気持ちいいんじゃない、これすごい。これやっぱね、見慣れない景色をたまに見るといいね。ちょっと遠出になるものなんですね。ゲレンデまで降りてまいりまして、もうすぐここまでいいんですね。ここでまたね、向こうのリフトオリバーの方まで行きます。下から登ってきただけの右側のリフトのオリバーね。自然の芝桜、はい、すごい綺麗。飯地さん、はい、いかがですか。あの分岐からの急登がすっごく楽しかったです自分の登るべきルートが全て見えるっていうのが素敵にワクワクしました。まあ、短時間ですごくね、詰まった山ですね、楽しいと思います、はい、山頂だけでいいやって方はね、今日のこの下りのルートをピストンした方がいいと思います。ただね、山的にはやっぱ今日切った登りを使った方がね、まあ、楽しいと思うし、お花も全然あっちのもあるし、いいと思いますので、ぜひ来ていただければと思います、はい、ということで、また次のところも楽しみにお願いいたします。じゃねー。